はい、めげくんです、やっと来ました、メタルビルドハイニューガンダムのハイパーメガバズーカランチャーですね。まあ買ったの忘れてたんですけどね、急に来たんでびっくりしました。はい、で意外と軽いですね。まあオプション品なんで、まあ本体が入ってないですから、それは軽いのは当たり前ですよね。でも1万5000円ぐらいしましたかね、これね。結構高いですよね。まあでも意外と競争にならなかったんで、うん、よかった、買えて。で、かっちょいいですね、ほんとね。これはあの、プラモのと違って変形するみたいですね。早速開封です。はい。メタルビルドっていうけど、軽いって書いてますね。ほんと軽いんですよね。でも軽くないと、あの、ガンダムさん持てないですよね、重いと。共倒れしちゃいます。で、まあ、説明書。もう結構豪華ですね。はい。で早速中を開けてみます。はい。でっかいですね、これね。これね、変形するんですけど、正直説明書見ないとどこどう変形するんだか分かりません。なんかいろいろ動かしてみますけど、結局変形できないと。で改めて説明書を見るんですけど、説明書を見ても変形できないですね。おかしいなと思ったら3番から見てました。で改めて1番から、はい、今見直してます。とするとここがこう動くみたいですね。なんかバキってやったら折れちゃいそうで慎重にやってます。はい、でモードが変更できるらしいですけど、まあこんなの地上戦では絶対使えないですね。変形できないでしょう。自重がありすぎて。まあ宇宙空間で使用するつもりで作ったんでしょうけどね。はい。まあなんかね、宇宙戦艦ヤマトのエンジンみたいな感じですね、開けるとね。まあそんなこと言うぐらい、めげくんももう年っていうことですね。まあね、定年も間近に迫ってるのに、未だにこんなおもちゃを買うっていうね。はい、はい。家族にバレたら白い目で見られますね。なんで、帰ってこないうちに開けて楽しみます。はい。で、今回ね、これね、特に買うつもりは最初なかったんですけど、こう別なカラーのシールドが入ってるっていうことで、なんかね、最初はこの付属の水玉が嫌でね、これあのプラモのやつなんですけど、この RG のプラモの盾が良かったんで、それに似てる盾がついてくるっていうことでわざわざこれ買ったんですけど、でもなんか今よくよく見てみると水玉の方がこのガンダムには似合いますね。はい。ね、裏側は一緒でした。でこれあのちなみにね、プラモのハイパーメガバズーカランチャーですね。これもね相当でかいなと思ってましたけど、メタルビルドのはさらにでかいですね。もうほんと宇宙戦艦ですね、こんなの。両方ともね、片方が戦艦で、まあ、片方が駆逐艦ぐらいですかね。はい、まあ、波動砲撃てますって感じですね。まあ、それじゃあ装備させていきます。じゃじゃーんって、ガンダムじゃないやんけってね。でもね、なんか似合ってません？浮気したらね、速攻撃たれますね。もう消し済みです。何も残りません。カラーリングがね、なんかちょうど良かったんで、意外と似合うんじゃないかと思って持ってきました。誰もいないんでね、下から持ってきました。はい、今ならじっくりめでられます。いや、いいですね。無理くりね、あの担がせてますけど、もうこれで専用装備でいいんじゃないかっていう、この状態でシム部屋に飾っておこうかなと思ってるぐらいですけど、はい。まあ、バカなことしないしてないで、今度こそガンダムさんに装備させていきたいと思います。はい、じゃじゃーんとドドンって書いてある。はい、皆さんどっちがいいですかね、盾ね。なんかね、左がね、ないものでねだりで欲しかったんですけど、いざ来てみたらね、なんか右側の水玉でいいんじゃねえかっていうね。うん、ね、私これなんかちょっと最初と変わりましたね。水玉でいいです。はい、左いらなかったです。まあどっちもかっこいいですけどね。まあ、両方あの取り付け穴あるんで、両方縦のせつけちゃうっていうのもありかもしれないですね。
てねえよそんなもんっていう人もいますかね。はい、まあ、ということで皆さんならどっちと。はい、で続いてはバズカランチャですね。飾り台ついてるんですけど、まあ、いちいち取り出すと片すのめんどくさいんでベースプレートなしで無理やり持たせてます。もうねでかすぎてね画角に収まらないですね。はい、まあ、こんな感じで持ち歩くんですかね。はい、無重力空間だったらこういうことを考えなくていいのかもしれないですけどね。はい、で続いては、射撃体勢ですね。ちょっとね方針の変形してませんけど、まあ、とりあえずこんな感じで、もう持ち上げることは不可能ですね。保持できません。もう下側を狙って撃ってる感じでと。はい、もう無理ですこんなの。まあでもね、買ったのはね忘れてましたけど大満足ですね。きちっとベースプレート使ってうまいことディスプレイしたいなと思います。まあ、あとね地震とかでね落っこちないようにしないとね、はい、壊れちゃいますからね。はい、ということで、メタルビルドのハイニューガンダムのオプションパーツのハイパーメガバズーカランチャーが来ましたっていう動画でした。まあ、買ったの忘れるってねひどいですね本当ね。うん、まあなんか名義君的にはねこっちの仕様の方が似合ってるような気がするんですけどね。もしかしたらこれで飾っちゃうかもしれないんで動画内に映り込んだら笑ってやってください。はい、まあメタルビルドね昔はねあんまり競争率なくてねサクサク変えてたんですけどね最近ほんと変えないですよね。もう4時とかから売り出されても社会人じゃ買えません。なんとかしてください。それじゃあまたね、バイバーイ。